はい、今回は、岸田に関する三つの内容を考えていきます。一つ目がですね、えー、無能な輸出禁止で日本経済衰退をさせた。と。二つ目が、アメリカ訪問の疑問点ということですね。三つ目が、その裏で動きを見せたということです。で あのまあ、順番に考えていくんですがアメリカ訪問の疑問点ということがですね、まあ、こちら SNS でちょっと話題になっておりまして本当かどうかというのがわからないんですがこれかなり引っかかるところがあるんですね。 で壮大なあまあおかしなことをやっている可能性があるので、えー、順番に一つずつ考えてお話ししていこうと思います、えー。今回もよろしくお願いいたします。もう岸田っていうですね完全に日本国民のね、えー、ためにならないことだけするこの人間をですねどうにかしても変えないともう日本終わりなんですよね。えー、そういったー状況なんですよ。でこれ結構驚くかもしれないんですけどあの僕はねこれ最初これに気がつかなかったんですよ嘘でも何でもなく だけどちょっとよくよく考えるとこれあるなとかって思ってそれは何かっていうと岸田が今アメリカに行ったことになってるじゃないですか実は行ってないんじゃないのっていう説があるんですよこれ SNS でそういったものを投稿してる人がいて僕最初このことに気がつかなかったんですよで何なのかなとかって思うんですがまあそこも含めて考えていきますあの少し前にですね日本政府がなんかね ホテルを何百室も予約していたっていうことあるじゃないですかそういうことはもしかしたらここに関係しているんじゃないかと、まあ、それは憶測なんですが考えていきますでまず1つ目ですが岸田の無能な輸出禁止っていうのはこれ何かっていうことなんですがもう話になりませんね本当にまるっきり外交がわからないし日本経済をもう崩壊、えー、衰退させるしかない、えー、としか思えないこの岸田の行動ですが岸田はですね まあ日本とロシアの,の164種類の商品の輸出を禁止したんですよ、まあ、日本がっていうことがね、これ、どういうことかっていうと、これ、日本がね、ロシアにこの輸出を禁止したら、もう日本国内の産業がどん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 衰退するし、日本国内の中小企業の倒産が増えるわけですよ。おそらくこれっていうのは、宗主国米の支持でしょうね日本の中小、日本の中小企業潰しです。ありえませんからここれやってること 意味がわからないでしょ。うん、でよくあの、うとろの話をしてですね、ろが悪いとかって言うんですが、そういうことじゃないんですよ。日本っていうのは中立の立場でいないといけないんですよ。別に僕はね、うもろもどちらも、ね、応援してません、えー。本当のこと言いますが、外国の誘致勝手にやれってことです。日本を巻き込むな。そして、日本から自らそれに、えー、首を突っ込むな。足を突っ込むなって話ですよ。で少なくともろっていうのは、日本にね、えーまあ恩が、恩があるわけですよ。 プーチンっていうのはね、そのロウ、ロウっていうかロニカ、あのオ,オンアダで騎士だってのは返してるわけですよ。で、そういうことをするとどうなるのか、どん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 日本国内のね、えー、経済状況が悪くなって物価高になるわけじゃないですか。で、日本経済がどん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 衰退していくわけですよ。だ、から物価高で中小企業が倒産するわけですよね、うん。あの日本がロシアに経済制裁する必要全くないんですよ。もうどうかしてますよ、本当に。 分かっててやってるとしか思えない、あるいはですねやれと言われていてやってるとしか思えないんですよ。こういったニュースがあるんですね。日本、ロシアへの164種類の商品の輸出を禁止すると、日本は自動車用モーターオイル、リチウムイオン電池を含む164種類の商品、ロシアに輸出を禁止したと、まあ、そういう経済産業省が発表した。制限対象となるのは塩化水素、水酸化アルミニウム。 ニトロセルロースガス石油パイプライン用パイプ、えーまあ、そういったものがなってるとで、えーまあ、その非貴金属製品も、まあ、拡大されてるってことでさらに電気工具木材、えー、コルムプラスチック加工用器具の供給が禁止されるってことで、えー、ミクロトームとサーモスタットはロシアへの輸出が許可されないってことでもうはっきり言って意味が分かりませんね。 おそらくこういったことをしてる、させてる背後には、米の支持があると思うんですが、今、日本というのはどうなってるのかっていうと、日本と米でですね、ウーを応援してるわけじゃないですか。で、ロシアと緊張関係にあるわけでしょ。日本が有事に巻き込まれなくても、日本経済はどん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 衰退していくわけですよ。日本国内において、ね、例えば、仕事をなくす人がいたりとか、失業とか、そういった問題があるわけじゃないですか。うん、何やってんだよって話なわけですよ。 で、そうこうしてる間に、岸田がアメリカに、まあ、行ったわけですよ。これで、これ行ったかどうかっていうのも一つ疑問なところがあるんですが、まあ、それを考えていきます。で、この、岸田がアメリカに行ったかどうか疑問っていうのは、これっていうのははっきりとは分かりません。別に僕が分かってるとか、そんなことも言いませんし、調べたら、まあ、そういった意見があって、でも確かにそうだなと思うところがあるんですよ。それを考えていきます。こういったことが言われてます。岸田は、あね、国賓ではなかったとス、ステイトゲストっていうらしいんですが、国賓ね。 岸田の、まあ、言ったのはビジットって言われてるんですよ。で、ここです。ここに、えー、とんでもないことがあるんですね、えー。写真を見た方もいらっしゃるかもしれませんが、出迎えたのはエマニュエル駐日英大使と日本人の子供たちっていうことなんですが、これ僕気がつかなかったんで、これで気がつく人いますかエマニュエルって日本に住んでるはずなんですけど、おかしいじゃないですか。なんで日本に住んでる 米国大使がいるの、そして日本人の子供たちっていうのをアメリカに行ったっていうことになってるけど、違うんじゃないってこれを指摘した人がいるんですよ。マジかよ、そんなでたらめやってんのかって僕思いましたけど、でもありえますね。だから、岸田がに、岸田がアメリカに行ったんではなく、アメリカからあー誰かが来たんじゃないですか、横田基地に。で、えー、これも言われてるんですよ。 習近平とのににあまりにも違うって、うん、だから国賓待遇ではないってことですよね。だから本来であれば、でまあ、その岸田がアメリカに行ったことになってるると言ってなければこの話の辻褄が合うんですが、あのバイデンが普通出迎えるんじゃないんですかそれはなんでエマニュエルっていう中日の,、ねえー、その大使なの意味がわからないじゃん。だ全然日本ってのは格下もいいところなんですよ。まさに主従関係です。で あのまあ、そもそも米がです、ね、日本をその国賓待遇することはないんですよ、だからこういったところもデタらめで、日米の関係を、ね、友達とか平等とか兄弟とか言ってますが、全く違う、宗主国、属国の関係であり、今回米、岸田は米に行ってない疑いもあるんですよ、もちろんね、本当かどうか分かりませんよ、でもそういった疑いが出るってことはおかしいじゃないですか、なんでこのエマニュエルが対応してるっていうのがおかしいっていうところに多分気づいた人がいたんですよ、あす,すげえなって思いましたよ、僕、僕、そこまで気に回らないからね。 うん、こういうことをやってるわけですよ。ふざけてますから、日本国民のことを完全に見下してるでしょ。この話が本当であればね、うんで。本当でなくても、先ほどのロシアに経済制裁をしたこともおかしいでしょ。わけわかんないでしょ。日本のマスコミがなんかわけわかんない。国金大綱とか騒いでるだけだと思ってましたよ。僕は岸田がアメリカに金を渡しに行っただけだと思ってましたよ。でも違うかもね。もしかしたらアメリカが日本に金取りに来たのかもね。何なんだろうね、これね。おかしいと思いませんか、普通に。 でまあ、アメリカの方の報道では、岸田をまあ訪米したビジットっていうことを言われてるんですが、これってのも、米の、ね、内閣府からの指示で、マスコミにこの、ね、国賓待遇とかって言ってるだけかもしれない。もう何がなんだか分からないでたらめです。あの岸田がです、ね、ワシントン DC に着いたとか、国賓待遇でどうのこうって言ってる、国賓待遇じゃないでしょ、バイデンが来てないんだから、おかしいでしょ、この岸田の好き勝手ぶり、やってるように見せてるのか、アメリカに行ってないのか、なんだか知りませんけど。 国民のことを見下すのもいい加減にしろよって本当に。うん、誰もこれ言わねえのかよっていうことを思うわけですよ。ただし言う人がいるんですね。違った形で言ったんですよ。で、このこっから話す話っていうのは、これはすごくいい話なんですよ、うん。これで一発ひっくり返しましょう。国民が。国民の手で、え日本のこういったおかしいことはひっくり返しましょう。それに声を上げた人がいる。すごくこれはあいいことに声を上げたあ方があいるっていう、このニュースを考えていきます。 岸田,を岸田を告発する会っていうのを作ったってことですね。災害への対応を何もしない、憲法違反の武器輸出解禁、裏金問題への責任のうやむや、岸田のしていることは許されないし認められない、地方自治法改正案ですよね、えー、緊急事態条項に向かっていく、日本が有事に入っていく、ね、武器の輸出を勝手にしている、何やってんだって話で、元東京高裁判事。 地方の元裁判官も加わって岸田を刑事告発する会っていうのができたってことですこれすごくいいことですよこんな好き勝手やってたらもう日本有事になりますから誰かが止めないといけないんですが止める声を上げてくれた人がいるんですよしかも東京高裁のね、えー、まあ判事をしていた人とか元裁判官とかねそういった人たちがあ岸田を刑事告発する会っていうのを作って、えー、こういった活動をされてるってこれすごくいいことです岸田のしていること憲法違反ですからね であるいは岸田っていうのは完全にもう自分の独裁、えー、意のまま、自分の思ったまま、そして日本のえ、ね、憲法を無視して有事の方向へ向かわせる、で先ほどロシアの件で言えば、ね、勝手にその貿易をどうのこうのして日本国民の生活を、ね、圧迫するわけですよ。で岸田っていうのは所信表明演説で憲法改正をしようとしていましたよね、救助をなくすっていうことでしょう。 で基本的人権をなくすってことでしょ。緊急事態条項を入れるってことですよ。それに、えー、疑問を持った人たちが現役の総理大臣を刑事告発したんですよ。日本国民がこれ世論で後押ししていく必要がありますよ。このままいったら日本が有事でダメになるか、そ,のそれを、ね、許さない、なんとか止める、そういった人たちがこ声を上げたんですよ。だから僕はこのね、えー、これ知ってんな、なんとか応援できないかなと思ってますからね。うん、本当は好き勝手やりすぎでしょ。ふざけんなって話ですよ。 でこの状況を変えるのはあ、ね、国民しかいないんですよ。で、実際にこれ、言われてるんですが、このままいったら日本が有事に入ると、岸田の好き勝手でねで、岸田のしたことを白紙に戻さないといけない、そうしないと有事になるということで、こういったあ、まあ、動きを出された方たちがいるんですね。 この広島一区の方たちということなんで,、うん、で、この新聞赤旗がですね4月9日の時に報道していた災害への備えをせず、憲法違反の武器輸出解禁、裏金問題の責任うやむやのことを追及するということで、とにかく国民はですね僕たち国民は一丸となって、岸田を一刻も早く退陣に追い,込い追い込まないといけない、さらに自民党の政権交代が必要ということです。とあ さっき言いましたけど、岸田がアメリカに行ったかどうかわからないっていう話で、そんなことは証拠がなくてわからないじゃないかっていうことなんですが、えー、分かりません。だから別にこの話を多くはしません。しかし SN、SNS でこういった投稿がありました。岸田がアメリカに行ったっていうことになってるけど、なんでエマニュエルと一緒に写真に写ってるのかなって。エマニュエルって日本にいる、うん、ね、えー、大使ですよね。戻ったのかな、うん、おかしいな話。 だったら岸田は本来はバイデンと会ってるはずなんですけど、岸田はバイデンではなくエマニュエルと会っている。そして、ある仮説が立ちました。これは実は横田基地なんじゃないかと。日本人の子供がいるって言うけど、まあ、いてもおかしくないよね。横田基地だったら。うん。だから日本国内にえ、えー、来て、ね、えー、まあ、その何者かが来て、えー、米から来て、バイデンは来たのかどうか知りませんけど、エマニュエルが一緒に映ってるんじゃないのうん。やってることでだらみすぎるんだけど。 その可能性が少なくともあるっていうことですね。この可能性ってのは僕以外の人も何人か言っているものを SNS で見つけたんですよ。だからこれを取り上げました。僕が今回思ってるってことは、あまず3つですね。うん、ロシアに対する輸出禁止、日本経済が潰れていくわ、本当にわざとやって、わざとやってるとしか思えないんですよ。で、えー、まあ仮にもしですよ、岸田が米に行ってたにしてもおかしいでしょう。国賓待遇でも何でもないし、でたらめばっかり言ってるわけじゃないですか。 うん、でえいくら金を置いてるのかっていうのも分からないしねでまあそれ,それは言ってようが言ってまいがもうおかしいとしか思わないんですけど唯一期待できることっては岸田を告発する会っていうのが出たんでね国民みんなで後押ししましょうこのままいったら日本が有事に向かいます日本の未来はあもう本当に暗いとしか思えない、うん、それを止めるのは国民でしかないんでね 岸田の退陣、自民党の政権交代が必要、そしてこのね、そういった方向に今動き出してるっていうのもあるんで、今回はこの3つの内容についてお伝えいたしました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございまます。す。今回はここで終わります失礼いたします。